動こうとするから抑えているだけだが。いいな、響き派手で。よし行け、破裂しろ。かまどくん、ねずこは違うんだ。どうして今そうなったかわからないけど。人間は皆お前の家族だ。絶対に傷つけない。鬼の女の子はそっぽ向きました。ではこれで根津子が人を襲わないことの証明ができたね。それでもまだ根津子のことを快く思わない者もいるだろう。役に立てること。十二鬼月を倒しておいで。そうしたらみんなに認められる。俺と根津子は鬼舞辻無惨を倒します。俺と根津子が必ず。ダメよ、笑ったらダメダメダメ。鬼殺隊の柱たちは、だからこそ柱は尊敬され優遇されるんだよ。それからサネミ、おばない、ギョイ。でしたらかまどくんは私の屋敷でお預かりいたしましょう。前失礼します。待ってください。離してくれ。おせトキッド様、申し訳ございません。申し訳ございませんでした。この一郎くん、炭治郎、玉代さんによろしく。あんたもう喋んないで。あんたのせいで怒られたでしょ。殺すかと思ったわ。すいません。ごめんくださいませ。全然誰も出てこねえわ。庭の方回ってみましょう。本部も広かったけど、ここも立派なお屋敷だな。あ、いる人いる。つゆりかなお様だ。つぐ子ってのは柱が育てる大使だよ。失礼いたします。つゆり様、胡蝶様の申し付けにより参りました。どなたですか。胡蝶様に5回、5回飲むの1日に。っていうか薬飲むだけで俺の腕と足治るわけ。まだ騒いでるの、あの人。静かになさってください。全員大丈夫か。怪我したのか。臭い雲に刺されるし、毒ですごい痛かったんだよ。雲になりかけたからさ。村田って人は知らんけど、伊之助なら隣にいるよ。伊之助、無事でよかった。いいよ、気にしないで。詳しいことよくわかんないけど、首をこうガッとやられたらしくて。なんで急にそんな気持ち悪い笑い方するんだ。頑張れ伊之助、落ち込むなんてらしくないぞ。飲んでるとこ見た。誰か見た。誰か見た。善逸、伊之助、よかった。これで大丈夫だ。この部屋は根津子が使ってくれていいって。かなり痛い。正直相当痛い。根津子だけじゃなくて、鱗滝さんも富岡さんも。もっと強くならなきゃ。親方様に根津子と俺の命助けてもらったようなものだからな。頭がふわふわした。どういう人なんだろう。そうか、お前寝不足だもんな。そしてじいちゃんになって死んじゃって、それじゃあ寂しいよな。
禰豆子。皆の報告にあるように鬼殺隊員も増やさなければならないが、皆の意見を。まず育ての目が節穴だ。品津川に派手な一撃を入れていたし、見込みがある。愛する者を惨殺され入隊した者、もしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だ。そうだね。ナタグモ山近辺に無惨はいないのだろうね。浅草もそうだが、しかし鬼どもは今ものうのうと人を食い、始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。私の子供たち、皆の活躍を期待している。お前は必ず私たちが。いやー、これ以上飲めないよ。まったく。炭治郎さんのお薬はそちらです。俺と違うんだろ。エコ兵器だ、エコ兵器だ。おい、大丈夫だったんですか。イノシシのお前は喉か。お、どうしたんだこいつ。ナタグモ山で一緒に戦った村田さん。村田だ、よろしくな。だってそれまずすぎでしょ。まずいにも程度ってものがあるでしょ。腕が元通りにならなくても。お、まずいものはまずいんだからさ。地獄だった。怖すぎだよ柱。なんか最近の大使は俺みたいな階級のものにそんなこと言ったってさ。あらあら、さようなら。機能回復訓練に入りましょうか。機能回復訓練。忍さんっていう人の音は独特なんだよな。今まで聞いたことのない感じだ。そしてめちゃくちゃ可愛いんだよ。顔だけで飯食っていけそう。こんな感じで戻ってくるんだけど。おかえり炭治郎。伊之助、教えてくれよ。明日から俺も少々遅れて訓練に参加するんだからさ。それでは善一さんは今日から訓練参加ですので。はい、もう一度。はい。すみません、ちょっといいですか。いいから来いって言ってんだろうが、ゴミどもが。てめえ何しやが。伊之助、お前が謝れ。お前らが詫びれ。天国にいたのに地獄にいたような顔してんじゃねえ。黙って聞けよ、いいか。女の目に触れるんだぞ。すれ違えばいい匂いもするし、見てるだけでも楽しいだろうか。どうしたもんね、遅れてるはずだわ。あー、かわいそう。カッチン、よろしくお願いします。俺でも涙が出るくらい痛いってのに笑ってやがる。俺もやるぞ。誰も彼女の湯飲みを抑えることはできないし、捕らえることができない。カナオの髪の毛一本すら触れなかった。お願いします。なんで俺は勝てないのだろう。俺とあの子の何が違う。柱の人たちに近い匂いがする。あとは目か。どうした。手の具合を。朝も昼も夜も寝ている間もずっと、それができるのとできないのとでは天地ほど差が出るそうです。できる方々はすでにいらっしゃいます。そうか、ありがとう。やってみるよ。そろそろ訓練に出ないか伊之助。怪我が悪化したって言っといて。そこの隠しのお姉さん、お手でもどうですか。寝ている時もずっと続けてみると言ってみたけど、耳がドクンドクンしてる。鼓膜。困った時は基本に戻れ。不甲斐なし。頑張れ。頑張ることしかできないんだから。俺は昔から。おにぎり持って行ってあげようよ。そうだね。あとは面白い訓練だね。
音が鳴ったりするのかな。いいえ。この硬いの？はい。しかもこのひょうたんは特殊ですから、今花尾さんが破裂させているのは。すみません。いいえ、あの二人にはもう構う必要はありません。山下りをイメージして屋敷の庭を駆け回る。障害物は全て。かなり体力が戻ってきた。そして以前よりも走れるし、ゆっくり深く呼吸して指先まで空気を巡らせる。すみません、今刀を打ち直してもらってるけど。もしもし、もしもし。はい。頑張ってますね。いえ、できるようになったらやり方を教えてあげられるので。どうして俺たちをここへ連れてきてくれたんですか？それから君には私の夢を託そうと思って。怒ってますか？なんだかいつも怒ってる匂いがしていて。鬼に最愛の姉を惨殺された時から絶望の叫びを聞くたびに、体の一番深いところにどうしようもない嫌悪感がある。親方様の意向もあり、誰も手出しすることはないと思いますが、鬼に同情していた。自分が死ぬ間際ですら鬼を憐れんでいました。それが姉の思いだったなら、私が継がなければ。姉さん、姉さん。鬼は嘘ばかり言う。自分の保身のため理性もなくし、自分の代わりに君が頑張ってくれていると思うと。全集中の呼吸が止まってますよ。あ、母ちゃん、花子、竹雄、茂、六太。